たとえ戦で満身創痍になろうと、きっと生きて指揮官殿、そなたの元に帰ることを誓おう。だからそなた、トラファルガーの海戦で私を人違いではなくて、もう私にとって、ケイがいる世界ならそうつまらなくて憎いものではなかろう。安心したまえ。指揮官、私はただ反応が遅いだけだから、つっつかないで、聞いているから。もし私を怒らせちゃったらどんなことが起こるか。指揮官のずっこけしちゅったい。指揮官、一杯どうです。私を酔わせて変なことをすることができるかどうか。飯か。わお、なんだ。戦争が終わったら何がしたい。私、多分あなたについていくだろうな。戦場以外ならあなたのそばが一番安心する。姉ちゃんは金色だから一つの色しか強くすることができないっぽい。私はいろんな色を強くすることができるっぽい。それって私がね。妹のバカ、色って髪色のことじゃないわ。レオレレなんだっけ。そう、指揮官は知っていますか。高いところに立っていれば遠くが見えるけど、より孤独を感じることは。妹の世話は最初は難しかったけど、今はもう慣れたわ。孤独になれた。いいえ、孤独に。今考えると、あの時指揮官がいたら家を沈められたかもしれない。でもあの子が指揮官に手を出したら。指揮官、これ見つからないの。一緒に探してくれる。持たざる者こそ何も恐れず。しかしこんな勇気が本当に誇らしいことか。正しいことをしようとする意志さえあれば、それを口にしなくても人は正しく生きていける。指揮官が正しい道を進むことを祈っているよ。引かないのは何も恐れないのではなく、引けない理由があるのだ。過去は鉄血のため、そして今は指揮官。指揮官の艦隊の。あいつら笑い合えているのか。捨てられた自分でも無価値ではなかった。初めてそんな気がする。